今日はよく眠れた？いやあんまり。そっか、私はね全然眠れなかった。え、かなちゃんも？うん。なんでかっていうと、今日のデートがすっごく楽しみだったから。よくさ、小学生の時の遠足の時とか、ワクワクとか楽しみすぎて眠れなかった時とかなかった？それと同じで、今日のデートがすっごく楽しみで、だから今日誘ってくれてありがとう。原宿はいつぶり？だいぶ久しぶりですね。そうなんだ。私はね、私も久しぶりかも。しかもここら辺は来たことなかったし、原宿に来たとしたら竹下通りに行くことが多いの。僕行ったことないんだ。え、そうなの？じゃあ甘いもの好きって言ってたでしょ？パフェとかクレープとかあるからさ、これから一緒に行こうよ。の竹下通り、人すごかったね。疲れてない？はい、大丈夫です。よかった。なんかこっちの方が人少ないからさ、こっちでお店探そうか。動物と遊べるテラスだって。かわいいね。動物好き？好きです。私も。え、動物カフェとかは行ったことある？いや、ないんですよね。そうなんだ。え、今度行こうよ。動物は何が好きなの？犬ですかね。あ、かわいいよね。猫よりもさ、やっぱり懐いてくれるしさ。小さい頃動物飼ってた？でも犬飼ってました。何犬？柴犬です。かわいい。柴犬か。もふもふしてそうだね。あ、アイスある。一緒に食べよう。おいしい。すごいコーヒーの味が濃い。アイスは何が好き？ソフトクリーム好きです。私。あ、本当？普通のバニラが好き？はい。なんか無性にさ、バニラアイス食べたくなるよね。どうしよう、すっごい溶けてきちゃった。早く食べなきゃ。ごちそうさまでした。美味しかったね。今日のデートはさ、二人とも久しぶりの原宿で、竹下通りとかも行ったけど人が多くてさ、ちょっとゆっくり話せなかったけど、いいカフェも見つけて一緒にアイス食べられたからすごく嬉しかった。甘いもの好きって言ってたからさ、今度は自由が丘とか、そう、スイーツが有名らしいから調べとくからさ、今度一緒に行こう。楽しみにしててね。Thank you.